どうもトラジローです、今回は双胴仮面ライダーギーツの、ゾンビフォームの武器ゾンビブレイカーですね。 ID2 と4にそれぞれついてた2本、これを仕上げていきます。まずは本体裏側の穴開き部分ですね、ここを埋めていきます。根元の方のモールドをお湯丸で型取りして、はい、こんな感じで転写してますね。でこれにクリア UV レジンを流して固めて、こんな感じで複製してます。で切り取ってすっぽり収まるサイズにしてますね。で中に埋め込んで、はい、こんな感じになりますね。これで接着しておきます。で表面をやすって整えてますね。これで穴埋めの完了ですね。でもう一本も同じ要領で埋めてます。で柄のパーツですね、これは一つしかなかったのでシリコンで型取りして複製しますね。ゾンビブレイカーはこんな感じですね。であとはフィーバーフォームを買ったので左の手首もう一つあるので、これを武器を持たせられるように改造していきます。武器のジョイントですね、これを手の中に埋め込んでいきます。まずは指の部分ですね、これをニッパーでカットしていきます。この関節のモールドに沿ってこんな感じでカットしてますね。で他の指も同じようにカットして、あと親指も切っちゃいます。はい、こんな感じですね。で先ほどのジョイントをこの手のひらに埋め込みます。フィットするように丸い棒ヤスリでやすって、まあ、こんな感じでくっつけますね。はい、まあ、こんな感じになります。で先ほど切った指をくっつけてって握ってる風に改造してますね。でゾンビブレイカーを持たせてみるとこんな感じになりますね。しっかり持ってる風に見えるかなと思います。これで塗装に入っていきます。まずは下地と黒い部分の塗装にブラックサーフェイサー吹いてますね。で紫の部分はメタルバイオレットを吹いてます。で歯なんかのシルバー部分はメタルグレーですね、メタルブラックとホワイトシルバーを混ぜた色で、指のオレンジ部分はメタルオレンジ、メタルイエローと色の素マゼンタを混ぜた色ですね。で細かい部分は付属のシールを切り出して貼っていきます。こんな感じで貼ってますね。で最後全体に光沢トップコートを拭いてます。以前作った仮面ライダーバッファゾンビフォームですね、これに持たせて組み立てとします。はい、こんな感じですね。で左手の持ち手も取り付けてみます。はい、こんな感じで、ゾンビブレイカー完成です。では完成したものを見ていきます。仮面ライダーバッファとゾンビフォームは以前作ったものですね。今回ゾンビブレイカーのみ作ってます。まあ、全体的にこんな感じで塗装と付属のシールを一部使ってますね。裏面の穴開き部分を埋めたぐらいですね。はい、以前作った角度付きの握り手につけてるので、まあ、こんな感じで立ち姿も自然に決まってるかなと思います。はい、まあ、こんな感じですね。ちょっとポージングして、このスライド部分を上に上げた状態のゾンビブレイカーなので、左手を添えて動かすようなポーズですね。からの、斬撃のポーズですね。角度付きの手首で、まあ、いい感じに決まってるかなと思います。巨大な武器なので迫力あってかっこいいですね。で、もう一つのゾンビブレイカーですね。これも同じように塗装して裏面の穴開き部分埋めてますね。で絵は一つしかなかったのでレジンで複製したものを使ってますね。
で、あとは手首パーツですね。左手で持てるように改造したものを使ってますね。はい、まあ、こんな感じですね。手首ごと付け替えて左手に持った状態ですね。はい、こんな感じで持った姿も自然に決まってるかなと思います。肩に担ぐようなポーズですね。からの横に振るようなポーズですね。で、胸の前で構えてもかっこよく決まってるかなと思います。はい、まあこんな感じですね。今回ゾンビブレーカーですね、2本作ってみました。左手でも持てるようにしたので、今度フィーバーフォームを作ってみようかなと思います。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。トラジローでした。